わ、え、ちょっと、お前なんだの状態なんですけど、いきなりディストピアが広がっとる。いやぁ、せつらけいすけでよー。今日、9月23日、とうとう、俺が楽しみにしてた VR ゲーム、ディスクロニアクロスオルタネイト、発売しました。現実には深夜の2時から発売っていうことですってね。夜更かししてやり込んだプレイヤーもたくさんいるって聞いております。ようやくかーっていう感じの気持ちでいっぱいです。俺はですね、過去にこのゲームの発売の数ヶ月前から紹介動画みたいのを上げさせてもらったり、2週間くらい前に公式から体験版もらって先行体験の実況動画も出させてきましたが、それぐらい前々からすごい楽しみにしとったゲームをようやくプレイできるということで、すごい感極まっております。今回から実況動画も出させていただきますので、よろしくお願いしますという感じで、この動画皆さんにもこのゲームの魅力を伝えられたらなと思います。あくまで今回はエピソード1なので、エピソード2、エピソード3っていうのが間を空いて発売される連続ドラマみたいな感じなのですけども、興味があればVR ゴーグル購入とか検討していただいて、エピソード2に間に合うようにしてもらえたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで実況動画入っていきます。さあ、やってまいりました、ディスクロニア製品版。見てください、まず設定なんですけど、これなんと字幕は7カ国語に対応しておりますこれだけもう世界中の人がさ、プレイできるようにね、対応してくれとるってことです。音声は日本語と英語の2つ。まあ普通に日本語で行くんですけど。うわ、すごい綺麗な世界。これがあれか、拡張夢ってやつか。前々から噂になっとった夢の中、これもしかして。この辺の設定はまあ後でいろいろ調整するとして、今はパスしました。続いていた足跡はほどけて消えてしまった。え、これ俺もしかしてタットがあんまり良くない感じ。あ、字幕、あ、あれ字幕斜めになってるこれしゃがんでプレイした方がいいですみたいですね、これにとりあえず今ちょっとしゃがんどった方がいいみたい、これ主人公綾野、主人公の子やな、春で、これで移動ができるようになっとって、移動は VR チャットみたいな、この左スティックの移動と、このジャンプの移動もできるやな。誰かの声が聞こえる。夢の中やけん、たくさんの人の夢がここに集まってきとんかな。だからこう、光がこういう感じで浮いとんかもしれんな。幻想的。すげえ幻想的。これが VR じゃっていうぐらいの幻想的な感じ。さすがという感じやな。ここに迷い込んだ理由も思い出せない。ああ、夢の中じゃないん。かても俺、拡張夢の中っていうことで話しようけどさ、ほんまに夢の中じゃないんこれ。どうなんこれ。あ、もうなんかオレンジの光もあるね。なんかポジティブな感情でネガティブな感情で分かれとんかな、俺もしかして。なんかそうだとしたらほんまに幻想的やし、なんか出口できた。アトラクションの出口みたいに来た。きっとこの声に呼ばれてきた。誰の声？来た扉。いかにも指紋認証システムみたいな手の方がありますよこれ。開いたー。あ、誰だお前は。いや、体験版でも見たぞ君。君は体験版でも見たぞ。うわあ、うわ、え、ちょっと、お前なんだの状態なんですけど、いきなりディストピアが広がっとるいきなり目の前にディストピアが広がっとる。砲撃？どうして戦争やってるやんお前そういう戦争時代の話になったんだよお前。あ、リリー、
ハル！うん、割と喋るんだね、君。そんなキャラだったんだね。なのって言い方がちょっとのんきなんだよ。この状況に合ってないぐらいのんきなんだよ。いかなあかんのね。うわあ！でっかいクナイ落ちてるもん、俺。目の前にでっかいクナイ落ちてるもん。巨人の忍者がおるよ、これ。のんきやな、お前。旅来たみたいな感じののんきな言い方すんな、お前。わかった、行くわ。どうした？はい。とんでもない世界観になっとんで、いきなり、これ。これはもう夢の中であってほしいんやけど。とんでもない夢見てるけど、夢の中であってほしいんやけど。これ現実ってことないだろうな、な、これ。しゃがんで通れそうなの？待って、俺今し、あぐらかいてんの。今、あぐらかいとってこれだったらちょっと調整しなあかんな、高さ。これでいけるかな？一応ボタン長押しで、高さとか調整、位置とか調整できるっぽいけど。スティック押し込みでしゃがむことができる。あ、スティック押し込みなんじゃ。リアルでしゃがむ必要ないんかだったら。どうなんだろう。これ、今ちょっとあぐらかいとんですけどね。これでも一応立ちの状態になっとんかな。じゃあそれでいいか。で、これでしゃがんだらこうなる。あ、いけるな。リアルでして立ちしゃがみする必要はないやな、別に。それ言う必要があるんかなと思っとったけど違うやな。いけるね、これ。じゃあ、あぐらかいた状態でプレイしてもええんじゃ、別に。分かってるわ。様子がおかしいところの話じゃないんだよ、俺。非常事態やけんな、お前。圧倒的非常事態やけんな。なんなん、ゴジラでも暴れてんのってぐらい。リリー、僕の後ろに隠れて。月を見るのよってなんなん。あ、隠れとけ、隠れとけ。あっ！スティルスか。そうじゃ、体験場の中にステルスをちょっと体験できる体験場もあるって聞いたけど、俺プレイせんかったよな、そっちは。これ見つかったらゲームオーバーか。何なんだろう、こんなやつらがおってさ。何者かの暗躍があるって感じはするけど、これだよな。これは何なんだろう。んだ、だがおい、あ、ノエル、あー、キャラクターの一人。何してんの、何してんの、お前。なんかさぞ当たり前かのような感じで。これ車間取ったら当たらんかな、高さ的に。いけるな、ここもいけそうやね。オッケー、右。さっきのノエル君とかや、クイーンなんかちゃんだったかわからんけどさ、の方に行けばいいんだろうな。これはしゃがみじゃあかんしかなと思うけど、なに、どうした？何かあるはずなのよ。ああ、音で引きつける感じ。ちょうど隣になんか意味ありげなもんありますけど。どこ行くねん、お前だけ。お前だけどこ行くねん。それってどれ？あ、これやな。こんなことよな。アイテムは掴んで投げるんこれ。なんなんこれ、そもそも。あ、とりあえず、ガタガタって音が重要なんやな。おい！距離短い！あ、新しい増殖してるやん、お前。掴んで、これくらいの、飛んだ！いいね！これだ！この間に行けってか。オッケー。よいしょ、ノエル！待ってくれとった。胸の膨らみからしたら女の子かな。そんなんで女子か男の子か判断するのもどうかと思うけどね。しかしこれどの線、どんな世界観これ。いきなり意外な感じになってる。しっかりしとるつもりやけど、俺は。俺は別にしっかりしとるつもりやけど。どこ行くねん、お前、ひょいで。誰よ、誰よだよ。お前の中へストーリー進めるな。女優がおこちょ分かってないんじゃ。
てか、早う避難しようぜ、これ。どっちかだら早う避難しないような、しなあかんレベルじゃないか、お前。のんき、悪夢みたいだ、あの言い方が。あんまり焦ってない感じじゃん、お前。わあ、でかいクナイが2つ持ってる。わあ、どういう状況なん、これ。どうしたんだ、どうしたんだじゃないんだよ、お前。もう、世界の惨状見たらどうしたんだの、どうだ、あれ？ある？え、やっぱ夢の中だったな、あれ。うわ、あさぞ、当たり前からごとく、日常戻ってくな。アッシュ、お前もおったな、そんなキャラクターが、みたいな。人物紹介の時に。試験中に居眠りか？試験してるの。じゃあ試験に緊張しとる春の心を表現したらあんな感じだった。寝ぼけてるのか。今は監察官の最終適正試験中だぜ。重要なところでないか。突然一番重要なところでないか、お前。さて、これから各省務に行って市民の様子を見る。さっきの世界観となった説明が欲しいわ。さっきのやっぱ緊張しすぎて腹が痛い時の春の心を長か、今。この都市の市民の夢の集合体、拡張務を守ることだ。うん、自分の拡張も守れてないのに人の拡張も守れると思うなっていうような惨状でしたけどね。お前も監察官になったら毎日行くことになるからな。そうか。研修生の気象だ。先輩ってことか、この人。つまり、わ、髪飾りみたいな感じなんだ。準備はいいな。行くぞ。こんな小さいもんで拡張も入れるんじゃ。技術ハイテクすぎません。どこつけるんですか、これ。胸につけるの。パブリックエリアで右手の A ボタンを長押しすることで、都市管理局から支給された紋章を使い、拡張もへアクセスできます。 A ボタン長押しで、ね、了解しました。そこで A ボタンってどれなんだろう。こっちか、このボタンか。こうだ。一つずつ。あー、こんな感じの入り方来たー。これよ、ちゃんとした拡張もこれよ。さっきのがちゃんとしてないか拡張もかは知らんけどさ。そうですね、さっきえらいディストピア見せられたけど、あれはどうなん、夢だったん。せっかく来たんだ、歩き回って市民の様子を見てこいよ。オッケー、わかりました。ってどこに光ってる魚が見えるか。あ、そうだった、これが一つ一つがさ夢って言ったもんな。あの一つ一つがこの夢の中で夢を見ている市民の意識なんだ。そうよそうよ、そんな説明しよったわ。そうじゃ、開発者さんの公式配信で、人の姿をしている市民はお前と話せるくらいには意識がはっきりしてる。はい。あの実験以来あんまりノーマルと話してないだろう。何そのノーマル、アブノーマルみたいな変態みたいにしておるみか。少し話してこいよ。やだよ。俺はここで待ってるからさ。ノーマルかと話してみたら、どの、アブノーマルな人でさ、変な性癖に持っていかれたら嫌だよ。見分ける方法教えてよ。そのノーマルとアブノーマルの人の見分け方。つまりなんだ？魚たち触れ合いに行けばやん、これ。早すぎて手届かんぞ、これ。いや、でも誰かおるな。こっちか、話しかけるんは。ボーエ。これに鼻、タッチすればいいんじゃ。変異体？変異体って特別な力を持ってるんでしょ？お兄ちゃんは、どんな力なの？明日ものだよ。明日もので話しかけられたわ。変異体。一文字取ったら変態や。もうアブノーマルやくそ。こいつ俺のことアブノーマルだと思っとる感じか。他におった。あ、おたのおたのせいかな、俺の夢ってことだろうな。いい夜ですね。ああ、クラモはずっと目覚めたくないな。だって目覚めても、あ、心病んでる人、心病んでる人のパターン見た、これ。だ、そうか、夢の中でもさ、病んだ状態で引きずられとるってことやもんな。そういう人もおるよな。このまま目覚めなければいいのにって、夢の中だけが、あんがあるみたいな。そういう人も中にはおるんだろうな。
その服、君、変異体？変異体が監察官の試験を受けてるの？いや、誤解しないでくれ。偏見を持っているわけじゃない。あ、服装で大体変異体。能力を持っとる人のことよな。どうだった？みんな変異体が変異体、変異体変異体よね。和やかなもんだったろう。確かにまあね。もうプラネタニウム来とるような感じやもんな。VR 空間の水族館みたいな感じやもんな。監察官は拡張無に異常が起こった時にメンテするのが任務なんだ。はい。拡張無の運用前は都市で起こる犯罪の捜査とかもしてたらしいけどな。拡張無に守られたアストラムクローズの犯罪発生率は今や 0.001%。 めっちゃ少ないよな。犯罪ほぼゼロやもんな。この年にはこの30年間犯罪も変異体への迫害も存在しない。迫害も、ああ、そういう感じで差別とかない世界観が出来上がっとんやな。システムに守られた夢の世界だ。はあ。研修を始めるぞ。はい。拡張無で市民のメンタリングだ。あ、とうとう、とうとうメインの仕事やっちゃいます。メンタリングってどんな感じでやるんだろう。来た。まずはおさらいからな。はい。これさっきの人かな。監察官はメンタリングツールで市民の体内にある医療ナノマシンカイロスにアクセスする。ああ、なんか噂にあったカイロスっていう文字出てきたね。この年でカイロスを体内に持たないのは適性のない俺やカイロスが体内でうまく動かない変異体のお前らだけだ。へえ、そういう人たちも稀に出てくるんやな。カイロスのおかげで市民はこの綺麗な夢の一部になれる。そういう人たちはカイロスの恩恵を受けれるのじゃ。夢の中で市民はその日見たもの。あれ、なんかこの情報後でなんか出てこへん。カイロスの影響を受けられないからお前どうにかなるみたいな感じの今後ならへん。なんかちょっと気になるワードじゃない。おい、さりげなく伏線張ってきてない？だから犯罪が不可能なんだ。なんかそんな気がしてきてならんよ俺。勘繰りすぎかな。ケアが必要な市民はメンタル汚染が広がらないようにシステムが分離する。はい。するとこんな風にノイズをまとったような人の姿で現れるってわけ。あ、これがそういう姿なんじゃ。さて、いよいよメンタリングだな。はい。この研修が終わったらお前も晴れて監察官だ。俺がお手本を見せてやるからよーく見て。はい、お願いします。なんだ。え、なになになに、なんか来たぞ。まだなんか怪しいことが起きるような感じの雰囲気出てるぞお前。桜たちが真っ赤っか、魚たちが真っ赤っかカッ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 カ。そもそも気になるんですけど、これ別に何でもないか。今は別に調べれんか。調べると言われてもどうすればいいのか。あれ、この女の子さっきまで別に、あ、頭抱えてる。この子さっきまで結構普通に話しとったで。お前どうしたん、どうしたん、なんだよなんだよ。もう一人も出ないか。さっきまで駅だったこいつも出ないか。どうしたん、いきなり脳波に何か流し込んでいくシステムの何か起きとんか。お前、魚たちが飛んでる。何この黒い人。ああ、アルバート来たよ、このゲームのメインテーマ的なやつが。どうしてこんな、ここで起こるんだよこの発生。あ、殺人が発生したっけ。あんな感じになったん。誰かいるの。どういう状況これ。何を見えてるの俺。俺
どねがなっとった俺、もしかして。おぉ、先輩わぁ、エマージェンシー、あ、ただいまちょうど殺人が起こった感じなんじゃ。来たよ。この都市の創設者が死んだんだ。そうよそうよ、内容を知らずにこのゲームやった人だったらさ、えってなるだろうけどさ、こういうゲーム、これはもう事前から情報を知っとった人にとってはさ、こういう展開になるって分かっとったけど。ハル、俺は都市管理局に行く。はい先輩。お前も戻って結果通知まで。いや最後研修受けれんかったら大丈夫ですかね俺。いいんですかね、これで。あとは自分で勉強しろ的な感じのですか、社会人の都合的な問題ですか。殺人事件が起こるなんて。そうよな、何30年起こらんかったみたいなこと言ったもんな。それが突然。あ、君体験版にもお世話になったね。何管理局、ムービーの中のキャラクターの立ち位置ってちゃんと本編と繋がっとったんじゃ。本編の流れのままに映像がオープニングの映像が流れよった感じだったんじゃこれ。